皆さんこんにちは。さあ前回からのね動画の続きで今回はですね、こちら函館に来てるんですが、前はねこちら後ろの函館駅をね、ちょっと紹介しましたが、今回その隣ですね函館駅の横にありますねこちら運び場っていうところをね紹介していこうかなと思います。どうやらですねこの運び場、この函館駅前横丁ですとかこのホテルとかをね、併設した複合商業施設らしくて、確かね僕の記憶がね正しかったら1回行ったことがあるんですよ。冬だったかな。この右上にカード貼っておきますけども、でそこからだいぶ時間も経ったんでね、どんな風になってるかちょっとね見ていこうかなと思います。それじゃあちょっとカメラ正面に向けてみましょうか。さあそれではね運び場取っていきましょうか。ですね現在地はここでして、ここに函館駅前横丁っていうのがねあって、そしてこの辺がホテルですかね。中に入ってるテナントはこんな感じで、そうですねテナント自体は、めちゃくちゃ多いかなって言われると、そうでもない感じですかね。でも駅前のねすぐ隣にこんな風な立派なね施設ができるっていうのはね、すごいんじゃないでしょうか。僕がちっちゃい頃ねこういうのなかったですからね。はい、そして門を通るとこの運び場が出てくるんですけども、ここから行きましょうか。左の方からローソンがあって、でこの隣に、レストランとかが、あるみたいですね。今日はね風が強くて、もしかしたら音声がねおかしなことになっているかもしれませんけども、すいませんどうかね許してください。お、なんか向こうの方にあれですね、屋根の上に猫がいたかって思ったら猫の置物でしたね。でねここ面白いのがね、こう2階が、はい、わかります、これゴールドジムの函館店になってるんですね。こういったなんか複合商業施設の2階にゴールドジムがあるっていうのもなんか不思議な感じですよね。そして函館に行くときに、ね、ゴールドジムができたっていうのは、すごいですよね。で一応ここがなんかレストランか何かもあるみたいなんですが、ちょっと人はねほとんど入ってなくてですね、ちょっとあれかなっていう、駅前に比べるとあれっていう。で、ここが函館駅前横丁っていうところでね、ここが多分こう室内の複合商業施設だと思うんで、ちょっとねこの中入ってみてみましょうか。さあこれがね函館駅前横丁の内部なんですけども、なんかこういった感じのねその昭和の街並みを、多分当時のね、昭和の街並みを再現した、こういう室内の商業施設に、こういうね喫茶店ですとか居酒屋とかレストラン、そういったものを併設したような場所なんですね。お、夕焼けハイボールってお店が、割とねなんかこうしっかりと雰囲気よくね作っていますね。でこっちの方には、なんもないか、これはおでんって書いてますけども、これはハリボテですね。でこういったところになんか休憩スペースがあり、お店はねいくつかやって出るのか、あれこれお店じゃないですねこれもお店の形をしたねなんかのハリボテですね。でここに喫煙所があって、これが全体地図になってますね。わりかしこうコンパクトにまとまってる感じですね。こうして見ると割とこう雰囲気はね良くなってまして、これを見るとねなんか稚内の復興市場にあったなんちゃれ、あれもなんちゃれ横丁だったかな、はい、あれを少しね思い出しますよね。こっちの方には、油そばのお店があったりね、あとお菓子とかそういったものも販売してますね。お、ここはあれですかね、写真とか撮るためのフリースペース兼なんかね撮影スポットみたいなのもありますね。こっちが、お茶屋さんですね。でイカ焼き屋さんがあって、いらっしゃいませ、こっちはお寿司、お寿司屋さんみたいですね。はい、あら、もしかしてこれでぐるっともう一周してきちゃった感じかな。ここが、なんか白いたい焼きを売ってるお店、かわいいですね。こんな感じでちょこちょこねお店はあるんですけども、そんなにやっぱ大きくはないですね。お、このねこうやってのジンギスカンのお店もありますね。やっぱ北海道来たらね一回は食べときたいですよね。はい、なんでしょうねこの、
やっぱ全体的に結構こじんまり、まあ、そもそもこれ広くないんで、確かにテナントの数とかはねそこまで多くはつけれないんですけども、だからもうちょっとスペース取ってね、他にもまあこの飲食店以外とかにもこう体験型のなんかこう観光客の人が遊ぶようなねところとか、こう写真撮るようなところをもうちょっと増やしたり、なんかいろいろあればよかったんですけども、なんか割と、うん、全体的にこうねちっちゃい感じかなっていうふうに思います。あ、ホテルから直通でここ行けるんですね。まあそういったのが利便性の良さみたいなのがありますよね。こっちはまあお土産屋さんがあって、まあ、割とさっきのね函館駅と同じような感じで、まあ、大体ねここで買いたいものは、まあ、揃う感じですね。でここがあのホテルの入り口ですか。でこっちの方にゴールドジムがあるんですが、なんかね現在この休館日みたいですね、やってないと、はい、といった感じでしょうか。でこっちはもう出口なのかな、はいですね。こう通ると、あ、ホテルのこの前の方に来ました。ってことは本当裏に来たんですね。さあということでね、この函館横丁でしたっけ、はい、運び場ですね、こうぐるっとね回ってきましたが、どうだったでしょうか。そうですね、まあ、ここがメインのその観光地っていう感じではなく、まあ、あくまでその函館とか函館駅ですねに来た時に、まあ、本当に隣にあるんでアクセスはすごくいいのでね、こう一度はね来てみてもいいんではないでしょうか。まあ、そのこの函館駅前横丁自体はね、そうですね、決して大きくはないので、もっとそこだけがね気になったんですけども、それ以外はまあまあ割とねしっかり作ってあるのでね、ぜひね皆さんも函館に来た際にはね、一度ここをね訪れてみてはいかがでしょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね皆さんも何かも参考になれれば幸いです。で今後ですねこんな感じで北海道の景色や、ね、函館の風景、どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。